どうもー、翔平です。またエリアンアイソレーションの続きやっていきたいと思います。私どこにいるの今ここっと戻ってきたんだよね。それはね、ということでですね、ミッションの内容としては、セントラルリアクターを調査しろということなので、その通りやっていきたいと思います。よし、ここら辺の敵は倒したので大丈夫かな。OK、 やっていこうじゃないの。ちゅうことでですよ、ここは新しいエリアですね。リアクタークーラントプラントなんで、冷やす冷却のところなのかな、ここは。おう、ちょっと待ってください。セントラルリレイ03、ナンバーが振ってありますね。原子炉入り口、アイテムはないみたいですね。 OK、さあ最終決戦が近づいてきたのか。武器がなくなっちゃったのが辛いところですけどね。その代わりこれを手に入ったのでよしとしましょう。時間かかるね結構こういうのスムーズに来てもらってもいいと思うんだけど。よし、リアクターに行ったことある、リカルド。ツアーちょっとツアー行ったことないって。でもトレーニングでね、私行ったことあるの。でもライフタイムアゴーっていうのはもう超大昔だけどねっていう風な言い回しですね。原子炉ね。お、今ピコンって言ったよ。ボルトガンのアーモット見たんだ。やつが戻ってきた。 OK, the corridor like it was the most natural thing in the world. ナチュラルシングスってどういうことだろう。上を向いたらそこにはいなかった。あー、なるほど、チーフも追っかけてたんですね。多分やっぱりエイリアン、ここのね、施設を売却するために、上の人たちが、上層部がそのエイリアンを捕まえて、ユタニコーポレーションにそのデータとその生態を渡すっていう契約を結んでたってことでしょうね、これね。タバコが売ってるよ、自販機が。なんか現代のあると同じだね。そこはなんかポイントオブインタレストになってるね。ちょっと見てく。ドアロックって、なんか倒れてない、誰か倒れてないか。こういうところは別に何もない。じゃあ次行きましょうか。怪しげな場所ですけど、あれ、ショットガンも落ちてるよ。ショットガンとリボルバーが落ちてる。回収されたのはこんなところに、こんなところに帰ってきたんですね。じゃあどうしよう、ショットガンで行く。これは上に行かないといけないみたいですね。よし、さてセーブポイントがありますの、セーブさせてください。よし、 OK で、アイテムあさりの時間でございます。なんかボルトガンが一番あいつに倒しやすそうなので、ボルトガン持っていこうか。ボルトガン7発ありますしね。ちょっとねリロードが遅いのが難点ですけども、一発撃ったらガチャコンガチャコンやんなきゃいけない。おお、電気ついた。なんか落ちてる。何も落ちてない。さっきのメッセージによるとね、あ、ここがすごいね、これ。ここがコアなんですね。リアクターコアの上にいるって。何か見えるか？アンドロイドがいるって。通常通りみたい。あの人こっち見てんだけども。これはちょっと無理なんじゃないの。当たんのかなこれ。いやー、こんなとこにつかなきゃよかったか。あっ、勝手に撃たれちゃ、撃っちゃったよ。いやー、なんか勝手に話しちゃいましたね。一発無駄にしてた。いやー、もううろうろしてますよ。1、少なくとも1、2、
あの奥に3体目がいるね。3、4体いるのか。あいつ倒したら多分一斉に襲いかかってくると見た方がいいと思うので、ちょっとゴーン、ウェイストオブタイムってどういうこと、誰が喋ってる。あ、なんかレーダーのこと書いてある。 Before they bleed, track to、 あ、なんか書いてある、誰かがメッセージ。まあいいや、ちょっと待ってくださいね。メッセージはどなたからかいただいたみたいです。降りられないのかい、どうしよう。あ、絶対気づかれてるね、これ。集まってきちゃったもん。ドントラン。ここだ。ちょっと、これ無理じゃないの、これ。ほら、オッケー。もう一匹倒せば勝機は見える。これだ。オッケー。ラスト1匹。これ狙うのがめちゃめちゃ難しいけど、よいしょ。オッケー。なんでいんのかよ、なんでいいんだよ。ボルトガン取っといた方がいいのかな、これ。まあいい、とりあえずこれ生き残るために。はっ、外しただと。あ、ちょっと待って、あー捕まっちゃった。ちょっとヒストリカルって何、なんか伝説になるみたいなことを言ってるけど、ちょっとまだ敵がいると見た方がいいと思うけど、こねろ、後ろがすごい怖い、こねろ、やめてー、ちょっとやめてって言ったでしょ。ちょっとやめて、おらら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 、オッケー。それでちょっとゆっくりですけど、ちょっと倒していきましょう。ほら、うわー、タフやの。オッケー。ボルトガンがなくなっちゃったので辛い思いをするでしょうね、これは。あ、ボルトガンも手に入ったよ、よかった。よし、てか原子炉のど真ん中に生身の人間がいて大丈夫なの？エマージェンシーエグジット、ちょっと何すればいいのかな。あー、なるほど、リアクターのベースを見ろっていうことなんだね。すごいね、これ核融合をそこでやってるってこと。絶対危ないと思うんだけど、ここ放射線とか大丈夫なんですかね。なんかいないみたいだね。おう、いる？いないよね、いないよね、もう。オッケー。こういうところも特にやることなし。ちょっと待ってね、回復していこうか、一応。よいしょ、はい。で、メディキットをちょっと作らせてください。すいません、よいしょ。なんかもう一個作れそうな感じだけどね、作れない。スタンバトンもなくなっちゃったしな。 EMP グレネードも、あの変な服装の人には効かないみたいだし。じゃあ行きますかね、保守室だってさ。まだどうせアンドロイドが束になって襲いかかってくるでしょ。よいしょ、はい、OK。 ちょっとセーブポイントが欲しいね、そろそろ。じゃあちょっと一回ここで切りますね。さあ、え、カンナオ、これってエイリアンじゃないの？俺てっきりあれだと思ったんだけど、俺の愛しのあれがないぞってことは。じゃあどうしよう、ショットガンとか効くのかな。スモークボム、ノイズメーカー、ノイズメーカーで持っとく。あ、ファイヤースロワーがこんなところに。
お、525も入ってる。いやー、ちょっとどういうことですかね。オッケー。これはエイリアンの。やつらここにいる。誰だ。あー、なるほどね。この人たち誘拐された人だったのね。そこから出ろ早くって。デストロイドネストって何？なんかパワーをね、復活させないとって言ってるんだけど、これみんな、あれでもこれは寝てる人だよ。ちょっと待って待って、なんか落としたよ。大丈夫？この人も連れ去られた人がみんなここにいるみたいですね。いや、ちょっとこんだけ卵があるってことはエリアンうじゃうじゃいるってことじゃない？大丈夫なんかいな。まさか最終決戦来た。ついについに来たようだぞ。スクラップ、ちょっとアイテムあさりだけして。うわー、至る所に。ちょっとどっちに行けばいいんだ。オーバーロードアルファコア、このネストっていうね、この巣、エリアの巣をぶっ壊せというのが命令ですけれども、お母さんと同じ道をたどるんだね、君も。おだいぶな、これ。あ、ただ単に床、うわー、いっぱいいる。これも胸が開いてるってことは出てきちゃったんでしょうね、エリアンさんが。でも反応はないよ、今のところ。ショットガンシェル、エンプティ。あ、フェイスハガーじゃん。これ倒せんの？あ、倒せんだ。ちょっと待って、すっごい怖いんだけど。なんかここに出てるね。あ、なんか操作すんの？オッケー。インターフェースをまずオンにして、オンになったみたい。あ、痛い痛い痛い。地獄だよ、ここ地獄。ちょ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 、お前アップね。これ早く終わらせないとさ、バンバン出てくるんじゃないの、これ。無限湧きでこれ下ろして、これでいいの？あ、こっちにもあんの？よいしょ。で、これ下げる。よいしょ。これは拾えないのかな？下がっていった。ちょっと待って。これでいいと思うんだけど、まだ四角ボタンが出てるってのはなんで？あ、でもなんか、スムーズにいきそう？なんか、この人持ってない？ちょ、なに。あ、これがコアなのね。大丈夫なの、ちょっと。久しぶりにエイリアンの。なんか、すごい聞こえるんだけど。目の前にいるっぽいぞ。すごい怖いぞ。赤点だらけだ。ちょっとセーブだけさせてほしいんだけど。あ、いる。これはちょっと悪い状態ですって言ってる。そりゃ地獄ですよ、こんなとこ。一人で来るとこじゃないよ。いた？どっか。
セーブゲーム。後ろが怖い。後ろが怖い。後ろが怖い。恐ろしいや。ちょっとしゃがみで進もう。あのフェイスハーガーが厄介だな。いや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 、前にもいらっしゃるみたいだけど、ちょっと待ってね。上にいるのか、ベントにも動いてるみたいですね。ちょっと待って、大丈夫？ここから行くのかな。この奥一応見てく。もうなんか変な用事はしないでさっさと行きたいんだけど、この意味ありげなスペースは一体何が。はあ、はあ、はあ、ちょっと聞こえて。 OK、 火で一発で倒せるとかはまあいいや。ここになんか縮こまった人がいるよ。 OK、 取った。これは…おー、おー、ノー、おー、ノー、気づかれた。これで逃げる気ゼロでしょ。あ、弁当やっぱいろんなとこあるんだね。ちょっと待ってね、落ち着いて、まずここに、あれ？どうだっけ？ここら辺だよね。多分こっち側から行くんだろうね。なんでここ入れないの？あ、入れんのね。いやー、ちょっと何この状態。レーダー見ない方がいいね、これ。チラリ。こっち何？こっち行き止まりみたい。サーチ。ボルトガンアーモね。さあ、アルファ、ベータコアまで遠いぞ、道のりが。なんか動いて、ああ、来た。引き返してくれ。頼む。Uターンを押してくれ。頼む。Uターンした？あ、Uターンしたみたい。こんな狭い道でさ、あれだって使っても意味ないよね、ノイズメーカーとか。怖い。はあ、このメニュー画面開いてるのが一番幸せです。変えてきたっぽい。後ろから来たりしたらもう終わりだもんね。いやいやいや、なんか聞こえるよ、音が。隠れるべきなのか。そこのネバネバした物体やめてちょうだい。どっちから行けばいいの。あー、出てきちゃった、出てきちゃった、出てきちゃった。地獄だ、地獄、地獄です。ちょっと上にも行けるみたいだけど、これどうすればいいんだろう。あ、上に行けない。ちょっとこっちに来ないでお願いします。そこにも穴あるの。あ、そこにも穴がある。ちょっとそこ失礼して、ここ入らせていただいて。よいしょ。ほっ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 。ちょっと待ってね。いるな。すごい近く歩いてるぞ。てか後ろも怖いし前も怖いし。ここはなんか行き止まりの部屋みたいだぞ。そんなことないの？行き止まりだね。ただアイテムがあるだけか。これはなんだ？
これは何の設計図なんですかね。なんだろう。全部いっぱいだ。とりあえず解放射器がある限り、二人で同時挟み撃ちとかされない限りは多分大丈夫だと思うんですけど、ってことはこれ右に行かないといけないみたいですね。怖い。大丈夫なのかよ本当によ。いやピコピコ言ってる、ピコピコ言ってるし、出てきちゃったみたい、どっかからか。なったいるんだ一体。ちょっと無理じゃねえのこれ。大丈夫なのかよこれ。どうすればいいの。セーブポイントがあるぞ。セーブポイントがあるぞ。とりあえずセーブポイント。早く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 。あいつはどっか行ったみたいだね。じゃあ今のうちに、さっきと同じ手順だったらパソコンがどっかにあるはずなんだけど。ああまた。パソコンはあっちの奥かな。いやいるねどっかに。やばいやばい、近くに寄ってきた、寄ってきた。いらっしゃったけど俺の方見てる。いや無理だからねこん中入ってくるなんて。下手に顔出さない方がいいと思うんだ。気づかれたか。気づかれた？すごい近くを歩いてる。暗くてよくわかんないけど、なんか行ったみたいだから。ちょっと、ノーパワーってなんや、なんや、ノーパワーってどこ？向こうに行かなきゃいけないの？そんな殺生だ。一気に突っ走りますか。いやここまで来たんだからノーデスで行きたいところ。こんなエイリアンさんいて。オッケー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 、行ってくれたのは助かった。そーっとね。できちゃったできちゃったできちゃった。どうしよう。私がね危惧してるのは、一人の相手をしてたら一斉にドボドボ出てきて食い殺されてしまうシチュエーションを考えてるんですけど、そこまで悪魔じゃないのかな。いや入っていったのか出てきたのか分かんないのが辛いですね。出たの？いるの？あ歩いてる歩いてる歩いてらっしゃいます。倒してっていうかその撃退しなきゃいけないのかなこれ。メッサ目の前にいらっしゃいますけど、ここにいればとりあえず安心みたいなね。この中には来ないのかな。向こう行って向こう向こう向こう行ってって。どうしよう。こういう時にノイズメーカーを使うべきなのか。あいた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 。そりゃね、何匹もいるんだから徘徊してるわな。まあ、出てきちゃった。ちょっと、早く行きたいんだけど俺。ちょっと待って、どっちだろう。ここだ。連れて行かれてる。フェイスハガーとか出てくると困るけど。ここは大丈夫みたいだね。
ちょ電源上げる前にちょっと確認していきますね。はい、OK。フラッシュ版。ふむ。とりあえずこれを上げて、地獄や地獄。はい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 。パワーを上げた。パワー上げたけど、セーブして。セーブしてぞい。さあ、さっきのパソコン動かしてやるんですけど、パソコン動かしてる最中とか、ね、レバーを引いてる最中に、エイリアンさん来ちゃうともう大パニックになっちゃうと思うんで、セーブしたいんですよ、なんとか。すいません、ちんたらしてて。ここちょっと時間かけていきます。なんかそっちにもありそうな気がするんだけどな。セーブできるかな。ちょっとこの先見て。はあ。OK。何もなかったようです。サーチ、この人だけか。うわー、来たー、来たー、五輪銃です。ちょっと、早くどっか行って、ちょっとどっか行って、危ない、絶対出てくると思うんだ。またとりあえずね、セーブ、何はともあれセーブ。オッケー。ふう。ここまで来たぞ。で、あのパソコンをいじるんだけど。また来てる、また来とるかな。また来とるかな、走れないかな。大丈夫なのかな。もうレーダーは見ないことにします。いやー、いるね。ここじゃ粘り強くいきますよ。申し訳ないけど、早く飛び出していって食われちまえよっていう声が聞こえてきますけど。あのエリア行ったら、どっかに去って行ったら大丈夫かな。入ってきたりしないよね。早くどっか行けよ。このね、エイリアンの AI が完全にね、もう独立型みたいなんですよね。でも本当にランダム性をね、うまい具合に表現してるっていうことで。OK。じゃあ今のうちに、コアをセッティングしてですよ。これ入ってきたね、多分ね。どうしよう。うわー、また来ちゃった。ノイズメーカーを使うタイミングがわからないな。ノイズメーカーは遠くの方に投げておかないとエリアの気引けないと思うので。行ったね、よし。大丈夫なのかね。ホールド LT で下げる。ホールド LT、RT で下げる。下げる下げる下げる。早く早く逃げろって言ってる。早く逃げなきゃって。セーブ。はい、 OK。 で、エスケープザリアクター、どこまで行かせるねお前。ちゅうことはだよ、どっち行けばいいんだ。この先でいいんだよね。ここは山場だね、随分と。まあ、おおお、シット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 。大丈夫なのかこれ。ちょっと待って、どこだどこだ、さっぱり分からなくなった。もっと先か。はっ、
解放射系本日は大サービスであげちゃいますよ。大丈夫？後ろも前ももうめちゃめちゃ怖い。ここじゃないみたい。そこら中でなんかエイリアンの鳴き声らしきものが聞こえて恐ろしい。前だったら後ろから聞こえたんだよな今。うわーやられた。やられた。後ろで出てんだと思ったらなんかくちゃくちゃ音がしたから。やられたよ。セーブしといて助かりましたね。もう一回やらせてください。すいません。頑張ります。で、あと戻るだけだよね。戻るだけのとこだよね。オッケーオッケーオッケー。後ろから来られるとかなり厄介ですね。そこから出てくるパターンは一緒みたいですけど、こいつのフェイスハガーが。エイリアンがかなりランダムなので、来た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 。逃げてった。出血大サービスですよ、今日は。なんか騒ぎ立ってるよ、うるさいよ、音が。大丈夫？じゃあ、フェイスハガーはあの箱に入って、おぉ、できた。フェイサーガーはここに入った途端に出てくる、前から出てくるのを覚えておいて、前向きっぱなしってことですね。はい、おいで。はい、もう分かっちまえばこっちのもんだよ。よし、で、次は左行ってセーブポイントかな。とりあえず解放射器やればなんとか一体はね、なんとかできるんで、左か。ちょっと待って。うわ、めっちゃいる。開けた途端にこんにちは。せっかくここまで来たからセーブしたいんだけどな。セーブさせてくれない？ちょっとセーブ。オッケー。あー、なんとかここまで、なんとかここまでたどり着いた。恐ろしい、恐ろしい。さーて、あとは逃亡するだけですね、ここから。何食わぬ顔で、顔で噛んじゃった。お、来たな。来いよ、最後にお見舞いしてくれてやろう。ほら、逃げていった。これ何、これ、なんか空中に浮いてるんですけど、何かがレール。おお、最後に楽しませてくれるじゃないか。ほら、お土産だ。ほら、 OK。 じゃあさらばだ。いやー、すごいステージでしたね、ここは。ここすごいわ。半端ないわ。エイリアンこんないっぱいいると思わなかったよ。最後まで1対1でね、行くのかと思いきや。ちゅうことで、今回は抜けた、無事抜けたということでね、また次の動画でお会いしましょう。失礼します。